ロスベース。はい。ということで、もうね、年末も、もう押し迫ってきましたけども、クロスベーストークです。ということでね、今、スピリーグ、やってますけども、第3節を終えてですね、我が千葉ロッテマリーンズは5勝4敗、貯金1で2位ということでね、まあいい形でね、進めてるんで、ぜひね、クライマックスシリーズにはね、しっかり出て戦っていきたいなと思います。初戦のホークス3連勝が生きてます。ということで、今日ね、お送りするのはですね、まあその、スピリーグに出てる選手たちにもそうですけども、いろんな人に聞いたら、やはり、今回のワールドスターの沢村は、すごいっていう、これは、やばいっていうところで、もう今日がね、最後です。もうすぐ終わります。この、スカウトも。21日。今日がね、21日なんでね。で、やっぱ大谷も強い。だから、で、結局大谷はいずれ持っとかないと、こっからずっと出続けるから、いずれ取っとかないと、この継承ね、していけないっていうところで、今回ですね、悩みに悩んで、もう最後の最後にですね、ワールドスターをね、60連だから6回、やっていこうっていう動画です。ね。だから、まあ、どっちかっていうと、まあ、どっちも欲しいね。両方行こう。この60連で、両方取れるかどうか、勝負だね。この前のダルビッシュ都合は60連で両方取ったからね。これ両方取ろう。大谷と沢村ね。まあ、どっちでもいいけども、絶対両方取るというかね、意気込んでいきたいと思います。さあ、ということで、1回目行きましょう。レッツゴー。よ、長州君レッツゴーからの白、ああ、金か。まあそんな1回目からね、うまくいかへんやろ。あと、A のね、A の大谷と A の沢村がね、1個ずつしか持ってないんで、この A の沢村と A の大谷も欲しい。ね。それもやっぱ拾っていきたい。和田幸四郎、盗塁を。イエラ、球速い。お、大谷翔、いいね。これ A、OK。高橋光太、エース。池田。日本ハムに来て、急成長。勝野、名前通り勝っていこう。ねな。西、百姓足止め。梶谷、池がどこ行った大谷、お、いいね。大谷、いいね。A、いいね。A、いいね。20連目。何もない。何もない。何もないからの、レインボーとかあるの来い飛んで笑え笑ってうん。高浜、朝子、厚勇気、伊藤光る気がしていなくなって人たちばっかりっていい横だもん。お、来い谷本、マルテ、坂倉、中村翔成、外野転向、田島、よかったね、終盤。さあ、確定、確定演出。からのさあここで引きたいね大谷か沢村どっちか確実にお当たれ2枚引きか2枚引き笑いこれ2枚引きじゃん2枚引き来るんちゃう奇跡のいかみムービングファーストボール山崎頑張りどころ石田頑張りどころ福田、頑張りどころ三兄弟。宮崎、複数年、大金ゲッチュ。桂、頑張りどころ。西川、レギュラー定着。来い！わあ、武田翔太、聞かなかったらもう完璧。あ、一体か。大谷が沢村、来い！もや、もやっとするわ。気持ちが完全にもやっとするわ。あと、3回。頼むからこれ2体引きできないパターンか来いさあこれは無理かおお伊藤ひろあ伊藤ひろね嬉しいねいいねそうか回るってああもう早くなっていく来いあれもう A も出なくなってきたやん。A の
ワールドスターも出なくなってきてん。カモン。お、一瞬ラグ。一瞬ラグ。一瞬ラグは S が来る前兆。一瞬ラグは S が来る前兆じゃないこれ。来い。笑え。うわ、確定ラグかこれ。まさかの。ワールドスターの A 来てくれ。もう A も来おへんやん。ここで。平か今さあラストや。どっちや。まあもうどっちでもいいよ。奇跡の2枚引き。ノー演出。これノーマルパターンだろ。ノー演出やろ。ノー演出。あ、これバッタ取るパターンちゃう。飛ばへんなんちゃう。これ飛んだわ。さあどっちや。おお、おおえ千里じゃないよ。お、沢村ワールドスター。さあ最後どっちや。大谷。オッケー。まあこれはオッケーでしょ。大谷でオッケー。まあまあいいでしょね。あの A も引けたしね。ここで極みにしていきましょう。このちょっと契約書溜まってるんでね。この 30%10% 引こう。どっちか来てくれ。マー君欲しいんだよね。これでマー君とか消えへんかな。来い来い。宮崎安楽。これもう絶対当たるから。スピリーグね、開幕投稿キャンペーンプレゼント、あとプロスピコロシアムね、ホームランダービー、この3ついこう。ね。これ3つで、しっかり。え、欲しいの。マー君、菅野、欲しいね。これ、確定なのになんもないや。どういうこと？お、確定、え、確定だよね、これ。最後だけ割れるパターン。さあ、1枚目。お、噂は、あ、いいね。噂はいいね。噂は強いんだよね。2人目。ま、え？自チーム確定？また噂は？あべ。まさかの噂はかぶり。まあまあでも噂はね、強い。あの、この前あの、スピリーグで対戦して、噂は、あ、打たれて負けてたの。うち勝ってたな、そういや。ライクが。まあまあいいでしょう。さあ、ということでね、皆さん、良いお年を。ということでね、プロスピリーグね、スピリーグ、ぜひ応援してください。大谷翔平ね、来たんで、しっかり育ててね、抑えにします。さあ、年末にね、また、多分大型のね、あの、ガチャが、なんか、例年だと来るんですよね。それに向けて、しっかりエナジー、食べていきたいと思います。良い一日を。